皆さんこんばんは。牧谷湊役演じさせていただきました赤楚衛二です。玉城ミュウ役を演じました上白石萌歌です。2人はドラマの時にも共演してますけど、こうやって映画でしかも恋人役を初めてですよね。はい。共演されてみていかがでしたか？今回は最初めちゃくちゃ照れくさかったよね。照れづらかったね、なんか最初学生時代のねシーンから撮ったよね。はい。だからこそやっぱいきなりなんて言うんですか、僕たち仲間ですみたいな役だったのに急に恋人になって距離感がここぐらいになってあ、この距離感なんかちょっとああみたいなね、ムズムズしてたよね。けどやっぱりなんか赤楚さんってこう現場によって見せる顔が違うというか、すごく今回の現場は湊って役をすごく背負ってらっしゃるなって肌で感じたので、なんかすごくやりやすかったです。最初だけちょっと恥ずかしかったけどね。そうね、はい。つまり暗かったって言われてます。いや、そんなことないですたくさん秘密を抱えている、すごくミステリアスで、なんか知らない赤楚さんがいる感じがして面白かったです。ありがとうございますそんなお二人に実は秘密にしてたことがあるんです。はい、はい、ご紹介いたしますよ、はい。今日は映画の中でもね、HY さんの楽曲、素晴らしい曲が流れてました。ラストシーンからエンドロールにかけて、あの曲実は HY さんが本作の主題歌として新たにね制作されました、はいはい、恋をしてという新曲なんですよね、はい、でなんとこの会場に HY さんが駆けつけてくださいました。どうぞ。なんとこんにちは俺バミリとかわかんないですけど、こんにちは、ありがとうございます。主題歌を担当されてます HY の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に素晴らしい曲ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。それこそ沖縄でお会いして、そう以来ですかね。そうですよね。沖縄から来てくださった。今日ですか？そうなんですよ。わざわざ。わざわざ。ありがとうございます。いや。ありがとうございます。そうなんです。ですからお二人が打ち合わせしてる間もずっと潜んでいただいてました。なんと。なんかいつもサプライズもらってるよね。沖縄でもサプライズ。沖縄でもそうですよね。本当に急に僕たちがその撮影現場に行きましてです。はい。あの時もびっくりでしたけどね。主題歌「恋をして」はだから366日のアンサーソングとしてお作りになられたと。はい、ね、そうですね。中曽根さん、どんな思いを特に込めながら今回は紡いでったんですか？そうですね、366日っていう曲は本当に16年前に作った曲で、その時はもうその別れた人と別れたくない、もう私を忘れないでみたいな歌だったんですが、もう16年というこの時を経て、で366日という曲もなんかただのこう恋愛だけではなくて、いろんな思いに変わっていったんですね。でその時に今ならきっと同じようなあの時の恋愛をしていてもありがとうと相手に思えるような、そんな恋だったんじゃないかなと思って、それをアンサーソングという形にして、なのでこの「恋をして」っていう歌はただ別れてバイバイっていう歌ではなくて、もうすごくあなたと出会えていろんなことがあって、もちろん悲しいけどもすごくありがとうっていう感謝の気持ちを込めて作った歌です。沖縄っていう場所で聴くとやっぱ改めて聴き方が変わってきたりとか。私は結構この作品の中で悩んだりした時にこのアンサーソングを聴いて頑張ろうって思えたりしたので、支えだったよね。全く同じで、僕もずっとそのやっぱ思い悩む役でもあるし、ちょっと心がしんどくなるような日もあったんですけども、まあ、役としてでもやっぱこの曲に支えられたからこそ、なんか本当に無事取り切ることができて本当に感謝だなって思いますし、これからもなんか僕の人生の共に支えてほしいなって思う曲でもありますね。HY さんの366日ってたくさんの方が心を重ねてきた曲のその先の世界をこうして、演じることができてとても、嬉しかったです。なんかいろんな形の愛がある映画だと思っていて、恋愛とか親子愛とかもっとその先にあるものを描いた作品なので、いろんな世代の方が見ていただいて、どんな愛を思い浮かべるかを、ぜひ考えていただきたいなと思います。まず真ん中に手を振ってください。